なくて、うん、遠くからでも、うん、あの覗いて見てる覗いて見てるそういうことでしか、うんまあ、男だから、うん、結構あのうまく接しられない子供にね、うん、と思ってるんだけどそういうふうに遠くからこう見てるっていうので。 いいんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思ってるんだけど。うん、ハンディーカム持ってていい。<laughs> <laughs> お前、パパラッチみたいな,ない。<laughs> <laughs> なんでハンディーカム持ってるの、運動会じゃねえよ、別に、ね。<laughs> うん、と、俺は、どう、どう、どう、どどどう、だ、お、お、いずは。まあ、こう、太田さんに聞いたのは、うん、太田さん、どう思う。いやー、お子さんのキャラクター性格によると思うんですけど、うん、うちの子供も今、うん、大学受験なんですけど。うんはい と,くといくらでも地堕落なな生活になっちゃうんで母親が結構干渉するんですよでようやく勉強受験に向かう体制はできてるんですけどもうちょっと油断するとすぐ遊びたがる自堕落な生活あと3年だもん大学受験までほんでやっぱりちょっとここら辺で私ができることはやっとかないと後々後悔したら嫌だしだって私死んじゃったらあいつ誰もいないんだから。うん っつったらさ大竹さん俺がいるるだろうつって私よりり長生きするつもしかも室井さんのお子さんの面倒を見るつもりで,います <laughs> で一方で大竹さんが言うようにあの帰れといらないっていう自立心が後々自分で気付いて、うん、ひょっとしたらもっと親がやれっていうよりも自立的にすごく一生懸命あることに取り組むようになるかもしれないですよね。 あ,あとさなんかこうあれだよな俺なんかもうそんなに頭良くなかったから、うん、あの息子はそんなに頭良くなったりするとは思わないのね息まあ半分はね、まあ、奥さんのあれもあるだろうから全面的には言えないけど、あのー、ラサール石井がさ、うん、なんかで、ね、叫んでたのさね。 それは俺とってもこの番組で1回だけ言ったことあるけどあのー、勉強は面白いよって叫んだんだよあいつが、うん、ね、うん、だから好きなやつは勉強面白いんだよへえジャンルによるなねいやでもジャンルによっても好きなものがある<だ>ってのが好きなもので勉強は面白いんだって言う,、ね、うんだよ で、だ俺、なんかもう面白くなかったじゃん。はい、俺はね、わ、うん、か、わかります。うん、面白くなかったら、やんないよ。うん。面白くて。なるほど。わかります。いくら尻引っ叩かれたって。こう、まあ、ノルマはな、それなりの果たそうとするけどさ。うん、いや、面白いって思ってるやつがさ、今の受験勉強でだよ。どの程度いるかって言ったら、そんなにないと思うよ。いや。 わかんないけど多分そいつらはおもそいつも物やつは面白いんだよ多分なんか物が溶けてたりうんお水だったらだろ先生僕中学の時に先生がもう勉強はもうゲームみたいなもんだっまあこうなったらこうなる数学とかなとか言ってたんですけど。 いいや絶対ゲームの方が面白いしなんかなかったんらだから「面白い」って言われてもこっちは面白くないしいう,う僕あれが嫌であの歴史とかがすごい苦手でその時の先生が「歴史っていうのはこう学ぶことでこれからの未来がどうなるかを知るために学ぶんだ」みたいなことを言って「なるほど」と思ったんですけどやっていくと途中でなんか。 年号とかか変わってくるじゃないですか、はいうん、実はあの平城京ができたのは何年で、うん、その泣くよう,うぐいすなんちゃらとか、うん、今通用しませんみたいな、うん、歴史変わられちゃうと、うん、今後のことも考えられないよみたいな <laughs> 変な気持ちになってきて <laughs> 暗,記暗記でさ面白くないんだよね、はいうん、私歴史の歴史っていうかあの日本史の,あのとか世界史やってる教師に。うん なんでこんな点数悪いんだって言われたから、私過去のことにはあんまり興味がないんです。すごい残るで。いやすごいわかります。うちの番組のあのサッカー見習いで東大法学部の高瀬ってのはいますけど、ああいうのは勉強好きでやってたんですかね。ああまあ好きなんじゃないのね。好きなんですよね。ちょっとだけ聞いてみよう。 ちょっと勉強は好きなんだ。じゃ言います。正直なさ。三原の東大法学部現役高卒学生。お前お前失礼お前なんて言ったらねあの高瀬くんは勉強好きだった嫌いだった。好きでしたね。ほらほら面白かった。好きとより確かに面白いの。ほら何が面白い。だから面白いよ。勉強面白いんだよ。できればね。 いやでも後年になって、あのー、なんか知らないけど例えば一個だけなんかアメリカに禁止法が引かれたのは1925年代みたいなことやるじゃない知らないけど <laughs> でそれ歴史じゃないけどその年号と何か起こった時期がさこう重なってるのはちょっと人が聞いて今の合ってるかと知らないけど <laughs> それあったら知らないけど <laughs> ちょっとすごいなみたいなふう<ー>に思ったことあるけどねそういうなんかこう暗記のやつってさ、はい、暗記のやつって な、んなにアンキは面白くないじゃんアンキはは面白くないですけどただもしその覚えたことがその後のちなんか勉強にの時に出てきたりしたら役に立たない一回また役に立ったことで人生で俺は僕もだからだんだんちょっと悲しくなってきます今まで頑張ってきたことがなんの意味もテストの前に学校燃えろとか思っ

そっちは楽しいのもうでも今東大出てさもう業界にも結構来ててさ出てな知らないうちにちゃんとどっかであいつつまんねえな,いなと思っててもちゃんとキャスターとかやってるもんな,、うん、なあれなんだよ「うん、東大っぽくないですね」って言うとみんな異常によく言われるんですよって喜ぶ。<laughs> ねっ <laughs>、まあ 悔しいから、お前東大っぽいなって言ってやればいい。んどっから見ても、お前東大だなって言ってやれみたいな。わかるとか。そう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 。やっぱ東大ですって、そうやって考えるんだよなとかな。まあ、悲みだけどな。勉強面白い。だから、面白いところまで行ったら、面白いんじゃない。私だってさ、すごい勉強ができてだよ。 帰ってきたテストの×のところが1個か2個ぐらいだったら直しもすぐできるしあここ外れちゃって100点だと思ってたのったら面白いじゃんでもそれがさ逆になっても面白くないからでしょだからこれから高瀬の人生をずっと見てて実り大きいものだったら勉強しなくちゃいかんなとは思うかなんか分かんないねしてこなかったじゃんだってあり余る無駄な時間を無駄に過ごしてきたわけじゃない。 ゲームやってたんだろおし大水。ゲームやってました。ずっとゲームだろ。はもう何時間ぐらいゲームやってたの。いやもうやっちた今日十十時間ぐらいや一日。高津くん何時間ぐらい勉強してたの。僕勉強の時間はそんなにしてないんです。でも大体大体大体たいだいたいだたい一日平均さ三十分ぐらい。ええ、そうじゃないですか。量量がええ。あ頭がいってまたいってるよ。すいません。 三十分しか勉強しないって、すごいすごい。すごいね。前に行ったさ、先輩は東大の法学部だったけど、隠れ弁ンってあだ名で、すごい勉強してたよね。勉強がちゃんと表で、もつ裏でも勉強してない。あ、すごい。高瀬くん何になるの将来？まだわからない。まだわからない どっちにしてもあのどいろんなことになったときに俺に教えてねそれ、はい、何になったとか結果の方を教えてねえ強い弁護士になってほしい一人くらいさ、うん、弁護士で仲いい人が欲しくないそうだよなううお前弁護士になるお前あ考えます、ね、弁護士になってお前、ね、頼むよお本当に、うん、なんかいろんな細かい問題解決するしてそうそうそう、うん、できたらダータでな短いなことから大きなこと電話一本で俺がいいとしか払って誰に頼ってんの頼って っちゃいけないんじゃないのもはいありがとう高崎君ね。えー